ウクライナとロシアの紛争は、特にドネツクとルハンスクという極めて重要な地域での激しい対立を特徴としている。中でもバフムートは両国にとって戦略的に重要な意味を持つ象徴的な戦場となっている。ここ数ヶ月、ウクライナはバフムートを守る上で称賛に値する成果を上げてきた。これはウクライナ軍の熟練度とロシア軍の欠点によるところが大きい。それは米国がウクライナへの4億ドルの援助に最先端の軍事技術を盛り込んだことである。ブラックホーネットナノドローンは情報収集と偵察能力に新たな基準を打ち立てた画期的な UNM の空中ビークルである。重さわずか数グラム、手のひらに収まるこの小型ドローンはそのインパクトの大きさを感じさせない。高解像度カメラと高度なセンサーを備え、ウクライナ軍にリアルタイムの状況認識を提供し、敵の動きや位置に関する重要な情報を提供する。小型でほぼ無音のため、隠密作戦や近距離での情報収集に理想的で、ウクライナ軍にロシア侵攻との戦いにおける強力な手段を与えている。狭い空間を航行し、重要なデータをリアルタイムで提供する能力を持つナノドローンはウクライナの防衛能力において大きな進歩を意味する。米国からの4億ドルの援助パッケージはロシアの侵略に対するウクライナの防衛努力を支援するという米国の揺るぎないコミットメントの証である。ブラックホーネットナノドローンを含めることで、米国はウクライナに最先端技術を装備させ、この非対称な紛争における競争条件を公平にするという献身的な姿勢を示している。この開発は同盟国の側に立ち、この地域におけるロシアの前進に対抗するという米国の決意を強調するものである。ナノドローンの導入はロシアとウクライナの紛争におけるゲームチェンジャーである。ウクライナ軍に明確な優位性をもたらし、重要な情報を収集し、戦場での状況認識を維持することを可能にする。この新たな能力はウクライナの国土を守り、ロシア軍のさらなる侵攻を阻止する能力を大幅に強化する。さらにナノドローンの配備は国際社会が紛争を注視し、ウクライナの防衛努力を支援する用意があるという強いメッセージをロシアに送ることになる。またウクライナ側の技術力の向上に直面するロシアに対して、その姿勢を見直すようさらなる圧力をかけることにもなる。ブラックホーネットナノドローンの際立った特徴はその極小サイズである。重さわずか数グラムのこの UAV は手のひらに収まるサイズで、非常に軽量かつステルス性に優れている。その小ささにもかかわらず、最先端のセンサーと高解像度カメラを搭載しており、画像とビデオの撮影において比類のない鮮明さを実現している。ナノドローンに内蔵されたインテリジェンスは自律飛行機能と高度な人工知能アルゴリズムにより迅速なデータ処理と分析を可能にする。このリアルタイムの状況認識は軍事オペレーターにとって極めて重要であり、重要な作戦中に敵の活動を迅速に評価し、情報に基づいた判断を下すことを可能にする。ナノドローンの低高度での飛行能力と狭い空間での航行能力は大型 UAV とは一線を画している。この卓越した敏捷性により、従来の航空機では到達が困難なエリアへのアクセスが可能となり、都市環境、密林、複雑な地形などにおいて貴重な存在となる。ナノドローンの静音動作はステルス能力をさらに高め、発見されずに監視任務を遂行することを可能にする。この機能はミッションの安全性と成功のために発見されないことが重要な、機密性の高いオペレーションにおいて最も重要である。ユーザーフレンドリーなインターフェースと直感的な操作により、ブラックホーネットナノドローンは最前線にいる軍人を含む軍関係者が最小限の訓練で利用できる。迅速な展開と設置が可能なため、リアルタイムのインテリジェンスを必要とする一刻を争うミッションに理想的なツールです。ブラックホーネットナノドローンはその小型サイズにもかかわらず幅広い作戦を実行できる多用途の戦力であることが証明されている。これには探査、監視、目標識別、捜索救助、戦場評価、市街戦、国境警備、敵地での情報収集などが含まれる。情報、監視、偵察、ISR 任務はナノドローンの主要機能であり、重要な情報を収集、処理し、軍司令官や地上部隊に広めることに優れている。
その配備は軍事任務の有効性を大幅に高め、戦術的優位性を提供し、国家安全保障上の利益を高める。ウクライナへの支援パッケージにブラックホーネットナノドローンが含まれていることは、米国が現代戦争における最新技術の重要性を認識し、ウクライナの領土保全と主権にコミットしていることを意味する。高度な武器、弾薬、装備、訓練支援を含むこの支援パッケージは、ロシアの侵略軍に対する抵抗力を強化することを目的としている。ウクライナの近代的な技術と戦術を作戦に統合する能力は、侵攻してくるロシア軍に対する防衛において極めて重要であることが証明されている。先進的な防空システムやブラックホーネットのような情報収集用ナノドローンを取り入れることで、ウクライナの防衛能力は強化された。この適応力により、ウクライナは戦場において明らかに優位に立っている。主権と領土の一体性を守るというウクライナの揺るぎないコミットメントが、国軍の強力な一体感を育んできた。この集団精神は、占領しているロシア軍による試練を克服する上で重要な役割を果たした。それがウクライナの断固とした防衛努力の原動力となっている。ロシアの軍事的試みは、ウクライナから予想外の抵抗を受けている。ウクライナの防衛力が有効であることから、ロシアは当初の戦略を見直す必要に迫られている。プーチン政権の権力低下とウクライナの軍事力向上が相まって、ロシア指導部内には懸念が広がっている。国際的な支援、特に NATO 諸国からの支援は、ウクライナの立場をさらに強固なものにしている。進行中の紛争は、経済制裁や外交的孤立と相まって、プーチン政権に大きな圧力をかけている。ウクライナにおけるロシアの行動に対する国際社会の反応は、深刻な経済的影響をもたらし、多くのロシア人の生活水準に影響を与えている。このため、ロシア国内では異論が噴出し、プーチンの危機対応に反対を表明する軍首脳もいる。ウクライナ紛争は、現代戦争の予測不可能性を浮き彫りにした。軍事力に加え、戦略的知性と適応力の重要性が強調された。ウクライナが防衛に成功したのは、先端技術の活用と戦略的洞察力のおかげである。紛争が続く中、世界は平和的解決を願いながら見守っている。外交的な努力と国際的な関与は、永続的な解決策を模索する上で引き続き重要である。両国の人々の安全と安心は、緊張を緩和し、敵対行為を終結させ、恒久的な平和に向けて対話に取り組むことにかかっている。ウクライナ軍は当初から人権と国際人道法を守りながら、損失を最小限に抑えることを優先していた。こうした原則へのコミットメントが彼らの立場を強化し、国際的な支持を集めた。徐々に優勢に立った彼らは、比類なき忍耐力を発揮し、最終的に紛争の流れを変えた。ウクライナ軍兵士の献身と武勇は、国を守るだけでなく、軍と国民との間に深い絆を築いた。この断ち切れない絆は、国民に楽観主義と自信を植え付け、侵略者に対する統一戦線を作り上げた。国際社会は団結本能作戦を注視し、ウクライナと連帯している。パートナー諸国からの外交的、経済的、人道的援助は、ウクライナの主権と独立を守る決意を固めた。こうした支援のおかげで、ウクライナ軍は侵略を撃退し、市民の安全を確保することができた。侵攻してきたロシア軍に対する決定的な勝利は、彼らの戦略的計画、コミットメント、決意の証である。ウクライナ軍はパイオニアとして登場し、並外れた回復力と国家安全保障への献身を示した。彼らは勇気と決意を持って設備の整った敵に立ち向かい、数々の攻撃を阻止した。彼らの勇気は、同胞の尊敬と感謝の念を集める犠牲を払ったからである。近代的な武器を装備し、最高水準の訓練を受けたウクライナ軍は、高度な監視技術、情報収集、戦術作戦を効果的に活用した。この能力は、潜在的な脅威を迅速に察知して無力化し、ウクライナの防衛を強化し、さらなる侵略を抑止する上で極めて重要だった。国際社会はウクライナ軍の勇敢さと決意を認め、訓練、資源、技術支援といった面で重要な支援を提供した。合同演習、情報共有、
協力的な取り組みにより、ウクライナの防衛能力はさらに強化され、国際舞台での地位は確固たるものとなった。ウクライナの兵士たちの順応性と戦略的先見性は、手強い防衛体制の確立に役立った。ウクライナの地形や住民に関する豊富な知識によって、彼らはウクライナの領土を効果的に守ることができた。この警戒心がウクライナの安全を確保し、強固な防衛体制を維持した。ウクライナ軍は、ウクライナの不屈の性格と団結本能の象徴として登場した。彼らの勇気と犠牲は、自由と主権を守るという国家の勇気と決意を強固なものにしてきた。危機が続く中、ロシアの軍事戦略は精査されるようになり、一方、ウクライナの決意と国際的な支援は、国際舞台におけるウクライナの立場を強化している。現在進行中の紛争は地政学的に重要な意味を持ち、逆境に立ち向かうウクライナの回復力の重要性を強調している。